すげー、プリン、プリン太んねんけど、ほんま 2,3 キロ太ってんけど、産んだ後から産んだ後から1回5キロ太って、今日測って4キロになってて、うん、産んだ日、食べる産んだ日はほとんど食べられへんくて、うんうん、産む前から7キロ落ちてる、うん、すごい、そう、なんかすっごい幅がすごくて、すごい、何キロ減ったやろ、あ、でも6キロ、やっぱそ、近く5、6キロぐらい、うん、減って戻るよね。なぜと結局だからトータルで3キロぐらいしか今減ってないことになってる、うん、トータルそんなもんや、うんうん、体重とかどうやった？脇腹を中からドーンって蹴られて、その痛さで起きたことが2回あっただけで、うん、他はなんかグロンって動いたりするけど、別にそれ気持ち悪かったりとかはなかった。なんか食べてる時とダオみたいな、二人そんなに何だから蹴り上げられ蹴り上げられそれは何、もうここまで出かかるっていう態度でも、それでほんまに気持ち悪くなって吐く人もおるしな、あの高気座りとかね、うんうん、そやんね、吐くと思う、うん、あれ酔うと思う、うん、ただ逆に出産が近づけばなんか寂しいなって思うようにはなったと思う、うん、ただ、あばらが痛かった、あばらめっちゃ痛い、今も痛くない、今全然大丈夫、どんだけ蹴られてたんですか、折れるんちゃうかなって、早く出てこない、折れるわでもなんか、最初態度を感じた時、うん、うちは松江区行ってる時やったすっ無心で横になってるだけやし、うん、音楽も小さめやし、その時になんか、ポコン、ポコンして絶対今態度やと思って、そうやったね、最初ポコンポコンやった、そう、金魚跳ねてるぐらいの、うんうん、ちっちゃい感触やったけど、でもなんかさ、うん、あの YouTube のさ、カジサックのチャンネル見てたら、その子供がお腹におるときに脇腹とかをこう蹴ったりパンチするのが楽しかったっていう記憶がまだその子残ってて、コジサックやけど、コジサックやったっけ、見てた、うちも見た、すごいよな、うん、だからもしかしてこの子ら覚えてんのかなと思って、一回聞きたいよね、聞きたい、でもほんまにやばかったわ、6センチ超えてからはもう記憶ない、あ、意識なくなるね、なくなる、陣痛室も、うん、あのベッドに飲んのも、うん、一人で這いつくばってあのベッドの上に乗って無理無理、あれ結構よじ登らなあかんくない、そうだ、結構一回膝まつき、でその次こうやって持ちながらってその次上乗ってうちあの時の自分なんかゾンビやなと思うちょいちょいしか打たれへんよね、ほんまにあの、あまだ耐えれるわっていう生理痛のきついバージョンのが続いてるのが、うん、多分前駆陣痛と呼ばれるもので、急にあれなんか次の波でかいってなってからは地獄やけど、うちらはまだ早かったな、そう思ったら、そう、なんかうちは血管安産って言われた、結果ってことは最初なんか陣痛の時間が、うん、その前の日からやって、うん、朝9時やって、うん、10分間隔が長かった、え、きつで9時に電話してるから、うん、その日の午後にも病院から逆に電話って、うんうん、どうですか、うん、でもその一瞬ちょうど15分ぐらいに1回空いて、あ、大丈夫か、1回遠のいたから全部やったのかもみたいな、うんうんうん、で寝て2時間後にきつくなってきて、え、でもまた同じ感じになるかもみたいなんで、うんうん、夜中まで耐えたらそんなことなって思ったみたいな夜中やもんな、絶対でも夜中になりそうっていうのは思っとった、ずっと、うん、思ってた、こちら同じ日に産んでるんですよ、うん、その日すごい雨が降っててだから陣痛が来たりとか破水になったりとかそういう波が来たんじゃないって言って看護師さんが言うてはった、え、雨？雨関係あんねんって、なんか台風が来たりとか、うん、潮の満ち引きの関係でやっぱ水、用水とかもそうやから、うん、結構関係あるよって言ってはった、割とリアルタイムで声聞いてたから、うん、あ、そっか、うちの、うんうん、え、叫び声聞こえてた、聞こえてた、え、どんなやった
うちあの時まだちょっと放心状態ぐらいやって海を割ってお部屋でじっとしてる時に、うん、多分分娩室に移動する時かな、うんうん、キャーッって言ってきてうちフラッシュバックしたってやばいやばい、今苦しんでる、絶対今苦しんでる、いやそう叫んでたんや、うん、でその時、うん、一番多分しんどいやつやねあれ、だってもうめちゃくちゃ多分9センチか、うんうん、前回にほぼなってて歩くもんな、うん、どうしちゃいたなんかヘクシャンしてるはい、あーわかる痛いよ、お風呂の時に立つか座るか迷うねん、うちもずっと立てる、そう、ち産んだ翌日、うん、お風呂入れる時に、うん、あのシャワー室でしゃがんでた、しゃがむというかもうペタンって座ってた、しゃがめた、もう這いつくばりぐらい壁にこうやって座らんと、なんか立ってる方が余計血出そうと思って座ったけど、2日目は立ってやってた、どっちがいいんやろうと思って、今日迷ってる、プルプルしながら片足立ちができひんかって、こう片足でこうだから足裏洗う時とか、そうそうそう、スッスッみたいな感じで、1日目はちゃんと洗えてない、正直トイレに行くのが怖くて、わかる、うんちできひんかったもん、うん、最初ビビりすぎて無理だもん、ゆっくりしたら行けた、うちもゆっくりした、あとなんか、うん、お腹と膝をくっつけるようにこういう姿勢にしたら息マンでも出やすくなるみたいな、多分息も絶対無理、うん、ほぐってきてくれないと優しい息遣い関係ないやろけど、ふってしたから力入れずにスルスルスルって出る、汚い話ごめんな使わんかもしれんけどいやでもこれ絶対みんなのためになると思う、うん、陣痛バッグとうち入院用と分けるのかって、うんうんうん、陣痛 A で過ごす気満々で普通に、あもうほんまに分娩近くなったら来て産むぞぐらい、うん、でも行けたってことやな、うん、それ、うん、滑り込みって感じやけど、うちの場合はちょうど破水スタートやったから陣痛バッグ持ってきてよかったなって感じだった、うん、なんかミニ扇風機とかシュシュとかちょっと使うもの、リップクリーム入れてたけど2回ぐらいしか乗らんかった、うちも出産後気づいたら服がなんか血がにじんでてカサカサになってた、やっぱりやっぱじゃあいいんだよリップは、うん、あ多分呼吸ずーっとするから服が乾燥するんよね、もう産み終わったから糖分いいやろと思って取っちゃうけど次母乳でなんか乳腺炎になりやすくなったりするって聞かへん、うん、まだ知らん全然、そうなんか去年の子がおんねんけど、うん、普通に食事、うん、あの対応してたら、うん、なんか乳腺炎なんだって言ってもカチカチ、普通に母乳もあげれてて、うん、結構飲んでるにもかかわらず乳腺炎なんだみたいな、うん、乳腺炎って何なの、めっちゃ痛いらしい、あ、おっぱいが張りすぎて痛いとか、ガチガチで、なんか治療が必要になったら針刺されるっていう、ブリブリみたいな、乳首から、そう無理、ね、それはなりたくないからまた気をつけなあかんの、食事、うん、基本的に濃いのが良くないみたいな、もうなんかダメージ受けすぎててさ、うん、これ以上まだあんのみたいな、いやほんまに、うん、未だに痛いが今まともに座れてないもんな、うん、え、まずいつ座れるんって感じ、うん、1ヶ月ぐらい突っ張ってるって言って、でもほんまにやばかったわ、6センチ超えてからはもう記憶ない、あ意識なくなるね、なくなる、一人で叫びまくってて、それは取れてないの、え取ろうとしてた、うちずっと取ってた、すごいな、微弱陣痛の時から一人で、あの感覚があるやん、痛い時と痛くない時、うん、痛くない時にクッて
それでも痛いけどうーってなりながら三脚立ててカメラ立てて分娩の時に一緒に荷物持っていきます、何持っていきますかって、じゃあ貴重品とあと三脚とカメラ持っていきますって、でも私も持たれんから持ってくださいって言ったら、あいいよ持って行ってあげるよって言われたから、で分娩室でもこれ置いて、え、すごくないそれ。これで調子乗って動いてたらオロが増えるし、うん、やばいかな。そう、外側から見たらめっちゃ元気そうに見えるかもやけど、うん、体の中はやばいって言って、この調子乗らず短時間女子会でした。カバンを取って取りに来ていい？あ、持っていくで一緒に。これやめ、うん、じゃあね、またね。